なんか武士がなんか言ってたな。なんだあいつ。ああ声が小さくて全然聞こえねえし、何の意思も伝わってこねえや。ああ最初にノブさんに出てこい出てこい言ってたけどな、てめえなんだノブさんが相手することはねえんだよ。ああバカだるが。まあ眼中ねえだろどいつもこいつも。ガッチリ決めたのはこいつだしな。Good job. I come back and you got the belts. No other belts.Don't worry about this. Don't worry about these. Are you? Yeah, I want the IWGP Heavyweight Championship. Oh. Yeah. So I want to win the cup. That's going to be three. Hey, thanks, Taka, yeah, for the kind words. This is my hype man. I'm DJ Luck. He's MC Neat. And he's going to do all the talking for me now, apart from when I feel like it and I feel like doing a little chat. Naito, you think you're the coolest guy in the world, huh? When I beat you and I win the New Japan Cup,Guess what I'm going to do? Yeah. I'm going to take his hat, yeah. I'm going to piss in it, yeah. And I'm going to throw it into Tokyo Bay. Yeah. That's what I'm going to do, for fun. He's a fucking dickhead. ザック・セイバー・ジュニアよ、すげえやつなんだよ。それを知らねえやつが多すぎるからよ、俺が伝えてやろうと思ってよ。誰でもいいぞ、誰だ、1回戦内藤哲也、誰も予想してねえだろ。ザック・セイバー・ジュニアがな、勝ち上がるぞ。おい、何が起こるか分からねえぞ。ザック・セイバー・ジュニアのな、真の力がよ、今シリーズ、このトーナメントで発揮されるだろう。そして、やつの前に立ちはだかるぞ、みんな、こうなんだよ。You just tap out! おい、金丸、デスペラード、言っておくけどな、俺たちは。ジュニアタック負けてねえんだ。俺たちはお前らなんかに負けてねえんだよ。あんま調子こいてんじゃねえぞこの野郎。うろちょろ邪魔なやつがいるな。おいゲドウロッキーロメロ、そのモノマネですか。高道の選手、いや非常に邪魔だよ。まあでも彼のアシストがあればザック・セイバージュニアもしかしたら俺に勝てるんじゃないの。でもさ、果たして高道の句のアシストありきでザクセイバージュニア俺に勝てて、それで本望か、それでいいのか。ザクセイバー、俺ザクセイバー割と好きだからさ、去年の G1 でも楽しんだしね。なかなかこのリングで味わうことのできない関節技、俺は非常に楽しみにしてますから。尼崎のお客様も楽しみにしてるでしょう。変な邪魔のない高道の句のいないザック・セイバージュニアを俺は楽しみにしてますよ。そして尼崎のお客様、一緒に大合唱しましょう。じゃあまた明日愛知県体育館でお会いしましょう。アスタマニアナ、アディオス。